上村清三郎、上村清三郎から1941年1月17日は日本の実業家。属籍は東京府市族、経団連会長、上村光五郎の父、会の出身。札幌ファクトリー敷地内にある上村清三郎王像会の国公府生まれ、幕臣、上村敦史重郎の長男、 明治維新の際横須賀に移住する。家は元より貧窮を極めたため、幼い頃から織田信樹の塾牧となり、傍ら関石を収めた。1879年、上京し、開拓市の東京出張処理委員となる。あと、大倉省、農商務省等に勤務し、1887年、定心省に転じ、累進して、管理局次長となる。1889年、 かを実施実業界に入る。明治22年北海道炭鉱鉄道設立の時に入社主経理部支配人となり、渋沢栄一の勧めで、明治27年札幌ビール専務取締役、明治39年大日本ビール常務取締役に就任、原料麦の改良、爆がホップの国産化などに努めた。日本作産製造取締役会長。 オリエンタル写真工業取締役会長、十勝会墾社長、三協、南米土地、理科学工業各取締役、電気化学工業、大和醸造各監査役、東宝映画、大日本ビール、満州パルプ工業各相談役、維新資料編纂会委員などを務める。1883年、家督を相続。宗教は神道住所は、 東京市赤坂区青山南町、道区表町。ありがとうございます。